皆さんこんにちは、かすみです。セバスチャンです。さて今回は、ここ数日ちょっとまことしやかにささやかれている噂がありまして、オールウィナーズシーズンっていうのが始まるんじゃないかと言われています。はい、私たちも結構何回も聞いたから気飽きたっていうか、本当かなみたいなそんな噂について今回は話していきたいと思います。はい、でまあ、まずそもそもオールウィナーズシーズンとはっていう、オールウィナーズシーズンっていうのはその名の通り歴代のシーズンのウィナーが集まってこうバトルするっていうシーズンがあるんじゃないかっていう噂。そうで、まあさっきもちょっと言ったけど、かなり頻繁にというか定期的にというかオールウィナーズやるんじゃないかっていう噂はよく出ては消え出ては消えみたいな感じだから、なんかシーズン7とか8ぐらいから毎年のように出てたよね。そうそうそう、多分その頃にちょうどあの歴代のウィナーが9人10人とか、結構現実的な数になっていったから、ここ 4,5 年頻繁に聞く噂で、そうなんか 2,3 年前すごいリアルなトレーラーも出回ってめっちゃ騙されかけた。そう、なんか 1,2 分ぐらいのトレーラーで、まあもちろんだから結局偽物だったんだけど、そうそうそう、あれはよくできてたよね。めっちゃよくできてた。まあだから今回もどうせネタだろうと思って、そんなに気にしてなかったんだけど、なんか知らないけど今回に限ってすごいこうアメリカのファンの間で話題になって広がってて、このコロナ騒ぎでクイーンたちのスケジュールがぽっかり空いてるから、もしかしたらあるんじゃないかっていう現実味を帯びてきたって感じだよね。そうね、多分それがなんかいつもの噂と違って信憑性を高めてるポイントかなとは思うけど、じゃあ、まあ、前置きはこれぐらいにして、具体的にどんな噂が流れているのかっていうところ、まあ噂の内容これから話すんだけど、しつこいけどこれは全部あくまで噂なので、正直俺らも今の時点で半信半疑というか、なんなら半分以上あのただのデマだろってまだ思ってる部分もあるので、あの噂ではあるけど公式発表前のネタバレ的なところも含まれちゃうかもしれないので、ネタバレが嫌な人は今日はここでさよなら、さよなら今そのすでに歴代のウィナーたちのもとにこう番組側からオールウィナーズシーズンへのオファーが、なんつうの、コールされてるところなんじゃないかと。はいはい。で、2021年の1月に番組の撮影を行うように調整をしてると。誰の元にオファーが来たのかとか、まあ、その上で誰は、それを受け入れて出演に前向きなのか、誰は渋ってるとか、その辺も含めてがっつり出てるので、クイーンちょっともうビャーっと読み上げていっちゃうね。はーい。はい、まずオファーが来て、それを受けたと。だからつまり出演が確定している水面下でって噂をされているクイーンが、ジンクス、ボブ、アラスカ、ビビアンの4人で、オファーは来て、前向きに検討中、まだ確定ではないという噂をされているのがラジャ、ヴァイオレット、そしてモネとトリニティで、オファーをされてるけどまだ検討中、受けるか受けないかも、全く分かりませんっていう状態なのがビアンカ、アクアリア、そしてシアです、オファーをされたんだけどどうも断ったっぽいと、後ろ向きな回答をしたんじゃないかって言われてるのはトリクシーですね。はい。で最後に、オファーされてない、まだされてない、これからされるかもしれない、そこは誰もわからないっていうクイーンが、ビビ、シャロン、サシャ、イーヴィ、ジェイダ、そしてシャドウ、フリアンカ、エンビー、ナタリア、アンジェレですね。ってことで、まあここにビャーっと出してるんだけど、ちなみにシーズン13とオールスターズ6のウィナーも出演はしない予定です。なんか海外のアメリカ本土じゃなくて、なんか、まあ、UK のビビアンはなんか受けるみたいになってるけど、そうね、タイはそもそも制作会社が違うっていうのがおそらく一番大きな理由で、プリアンカ、エンビーに関しては勝ったばっかりだから、
まだ戻ってくるうまみが別に本人たちにもないんじゃないかっていう理由で、確かに。でジェイナもちなみに同じ理由で出演ないんじゃないかって言われてる、うんうん、そう。あと海外版で言うと、うん、オーストラリアもさ作るって言って、ね、あの制作は決まってるけどまだ、うん、オンエアされてないじゃん、うんうん、このオールウィナーズシーズンはオーストラリアの放送がワンシーズン終わった後にやるとしたらやるみたいな話もちょっと前に見たことあったんだよね。もうそれは結構前だけど、オランダとかやる前だけどに聞いたことあったから、うん、謎やなっていう気はする。まあアクタンがいるからセバちゃんは。そうだね、俺はもうアクタン、バイオレットっていう。そう、なんかアクタンとチャチキのさ、なんかバトル見たくない？見たい見たいよね。どっちを応援したらいいか分かんない、うん、確かに。あと見たい系で言うと、うん、やっぱモネとボブじゃない？やばい、超見たい。そう、とかシアとサシャとか。あー、そう、あとシャロン、シャロンとアクタンとかもさ、そう親子じゃん。あ、そうそうそう。ただシャロンはね、やっぱちょっと最近の騒動がいろいろあったから、うん、出ないんじゃないかって言われてて、でもなんかね、うん、これもいろんな噂が今便乗するように出回ってて、シャロン出るっていう噂もあるんだよね。へー。でシャロンが出るならアクアリアは出るだろうみたいな。なんかアクタンが微妙なところにいるのは結構シャロンの影響って言われてる、うん、とか、まあなんかいろいろあって、例えばビビとかは出ないって言われてるけど、これなんでかっていうと、以前そういう発言をしたことがあるんだよね。ウィナーを集めてシーズンやりますってなったら出るかみたいな話になった時に、ビビは私は出ないって言ってたんだって、結構前に。なんだけど、あのオールスターズ3に出たじゃんビビは。あ、確かに。あの直後にまたなんかシーズンあるんだったらやっぱ戻ってきたみたいな発言をしてたみたいな、そう情報もあって。でもこの中だったら誰が優勝しちゃうんだ。でもチャチキとか、あれチャチキ頑張ってほしい。チャチキ頑張ってほしいね。ウィナーが十何人集まったらさ、当たり前だけど、うん、最初に脱落するクイーンっていうのが出てくるわけじゃん。どうしたって絶対に。いや絶対怖いじゃん、絶対怖いんだけど。そうね。だってみんなさ脱落したことないクイーンだわけじゃん。まあオールスターズの人たちは、ね、そうだね、うん、なんかそれ見るのも切なくない？ちょっと切ない。見たいけど見たくないかもね、もしかしたら。そうそうそう。だし絶対こうファンは荒れるよね。あ、最近レギュラーシーズンでもオールスターズでもオンエア中はね、エピソード1個出るたんびに荒れに荒れてるのに、うん、日じゃないぐらい荒れそう。うん、確かに確かに。な気がするから、ジャッジがますます難しいなっていう気がするけど、うんうん、はい、ということで、今回は最近ね、噂になっているオールウィナーズシーズンについてちょっと話してみました。はい、まだ噂段階に過ぎないんですけど、もし事実だとしたら本当に今から楽しみです。まあこうね、定期的に噂にずっとなるってことは、それだけみんな待ち望んでるってことなんでね、うん、そうだよね、待ち望んでる、はい、今回こそガチだことを期待して楽しみにしておきたいと思います。以上、はい、セバシャンとかすみでした。バイバーイ。